クロワークス。はい、どうもクロワークスです。ということで、クロワークス号はですね、現在栃木県某所を走行中でございます。1台後ろには沙織さんのクリッパー号、その後ろにはエフラーということでですね、もうなんかおなじみになりつつあるようなないような、そんな3台でですね、今栃木県某所を走行しているんですけども、今日はね、佐藤さんがつながっていただいているカーステイのイベントにお邪魔させていただくということで、車を走らせております。山々に囲まれた農村、またこれ川綺麗だな、そんな感じの雰囲気のいい場所を3台で流しているという感じなんですが、焦らず車を走らせていきたいというふうに思います。さあ、まもなく近づいてまいりましたが、この左手側の小学校ですが、今回のイベント会場と。いいのかな、ちょっと。はい、ということで到着でございます。はい、ということで本日こんな会場なんですが、カーステイさんとですね、が試験的に行っているイベントにお邪魔させていただくという感じでございます。まだね、皆さん到着しておらず、これからいろんな方がいらっしゃって、キャンピングカーだったりキャンプだったりテントが展開されたりっていうような雰囲気になるんですが、まずはですね、自分たちの割り当てられたスペースで、もうレイアウトはもう沙織さんに任せます。映えるレイアウトをお願いいたします。まず基準となるテントを沙織さんが作るということなので、テントを建てる様子をタイムラプスでお届けしようと思います。はい、ということで完成でございます。めちゃくちゃトリッキーなテントだよね、マジで。え、これ使うんですかって言われたんでしょ、そのピノ店員さんに。はい。一旦じゃあもうベースのこのテントの位置が決まったんで、車2台のレイアウトを決めてしまいましょうか。ということで続々と車が集まってきている状況の中、こんな感じの雰囲気、ハチマキ状態のゆるい感じなんで、ゆるく設営しながらバヤしていこうと思います。こんな感じで一旦設営完了ということで、あー、佐藤さんありがたい、嬉しい、これたまりません。そしてボスさん大活躍しております。ごめんね、ごめんね。はい、ということでこちらのお車、エニカでレンタルしているお車らしいです。すげえ、ワゴン GL ベース4列目跳ね上げシート、4人乗りの跳ね上げシートだけ残して、ここ横座り取れてるのかな、横座り取れてるかわからないですけど、これ多分ファストかな、なんで乗車定員は9取れてて、こっちで横座りが取れてれば10とか、こういうようなお車がエニカで気軽にレンタルできたりするようです。あ、なんか涼しい、ちょっと3月までかな、使ってたって。綺麗、さすまた職員室に置いてあるやつですよね。こんな感じで学校の中も見学できました。午後からまた何かあるんですよね、いろいろね。はい、どうしたどうした、沙織さんどうした、かき氷。あ、グレープもいいな、コーラもいい。はい、暗いな。
スグルがポケットしてる間に沙織さんがガレットの生地をもらってきてくれました。そば粉とお水。おじさん二人はバテております。ということで沙織さん散歩クッキング開始でございます。おお、映える卵産んできました。行きまーす。乾いてきてますね。乾いてきてますね。乾いてきたらお好きな具材を持ってます。はい、半つまですね。これに卵をのっけたらいいな、こんな感じ。はい、ということで暑かったんでね、風通しのいい場所移動。この木陰のね感じもたまりませんということでこちらでございます。そろそろおーりーということで、美味しそうな感じのガレッツ、ガレッツということで完成でございます。イエイ。はい、ということで沙織さんがですね一人で初レポート、トウモロコシの収穫体験行ってきてくれるということなので撮影を頼んだ。はい、ということで行ってらっしゃい。はい、ということでトウモロコシの収穫体験に来ました。この手前側はもう収穫済みで、奥がこれから収穫できるトウモロコシ畑です。で、なんかトウモロコシを見分けるにはヒゲが黒くなってるところが収穫時らしいです。これちょっとちっちゃいかな。なのでこれからちょっと散策に行ってきます。あ、これにします。なんか取り方は根元を折ってグリッ、お、取れました。こんな感じです。さっき試食させてもらったんですけど香りからして甘かったです。味もすごく甘くて美味しかったです。あ、これすごい、よいしょ。で、トウモロコシって収穫の日が結構少ないみたいで、一番いいタイミングを狙うと2日間ぐらいしかない。なんかトトロのメイちゃんになった気分。お、これいいんじゃないですか。うん、いい感じです。よいしょ、ゲット。はい、ということでトウモロコシの収穫終わりました。セグルさんと佐藤さんが待っている小学校に戻ろうと思います。はい、ということで佐藤さん、はい、鹿沼市周辺でレンタルサイクル事業なんかもされてる、はい、僕らバイクさんでございます。ちょっとおしゃれな感じのクロスだけ電動じゃないけどマウンテンでもちゃんとロードタイヤ剥がしてサイクリングにはいい感じの仕様になっている。行ってきます。はい、楽しんで行ってらっしゃい。はい、わかる。どうすか、すっごい。ちょっと行きます。はい、あ、ほんとだ、電動結構入りますね、うん、これ。OK です。グッと動力が入った瞬間に、うん、ちゃんとアシスト入ってくれてるのが分かる。うん、電動なんてって思ってる。これあり、うん、はい、ということで先ほどのレンタルサイクルで川遊び体験ということで河原までやってまいりました。はい、その途端に若干雨がパラつき出すというね。わあわあ、イン。ということで、はい、着替えました。気持ちよかったということで、これからお風呂行ってきます。
はい、ということでおはようございます。朝ね、香織さんにコーヒーを作ってもらってまったりした後、まったり撤収。はい、ということで2日間お疲れ様でした。でした。暑かったっすね。暑かった。佐藤さんどうだったっすか。楽しかったです。ということで佐藤さん、だいぶお勉強させていただくところとか、ね、参考になるところとか、はい、いろんなつながりが広がったり。そうですね。これ大事、こういうところに参加するのは大事だなというふうに思いました。お声掛けいただいたカステンさんに感謝ですね。ありがとうございます。ということでですね、こういうようなイベントを各企業さんお声掛けいただければ、いける限り行かせていただいて、はい、いろんなところでのコミュニケーションを図っていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。はい、ということでお風呂に入ってさっぱりした後は、ね、はい、佐野ラーメンでございます。完食。スープがっつりいったそうです。美味しかった。優しい味ですよね。はい、ということで佐藤さん飲みましたねって言ったら、佐藤さん全部飲んだ。美味しくいただきました。はい、ごちそうさまです。